こんにちはこんにちはカプコンプロデューサーの平林達也ですレジェンテイーブルシリーズにはレジェンテイーブルゼロでプログラマーとして関わってから今回、えー、久しぶりの参加となりましたカプコンプロデューサーの平林芳明ですどうもこんにちは、えー、私がこの会社に入って初めての仕事がゲームキューブ版レジェントイーブルだったんですけれどもまあその時のデザイナーで携わってからこのシリーズにずっと関わらせていただいております えー、1996年に最初の「レジデントイービル」タイトルが発売されたことによって、えー、ビデオゲームの、えー、サバイバルホラーというジャンルが確立されました、えー、ファンの皆様には今でも薄暗い廊下をそろそろと歩いて、えー、驚き恐怖というものを、えー、感じていただいたあの洋館を、えー、よく覚えてらっしゃるんじゃないかと思います、えー、私たちはこの「レジデントイービル」シリーズが、えー、ユーザーの皆さんの思い出の中に残っていてまた その思い出をものすごく大切にしていただいていることに対して感謝していますシリーズの今後の展開に大きな期待を寄せていただいておりますがまた一方シリーズの過去の作品もプレイしてみたいという声もたくさんいただいております、えー、特に2002年に、えー、リリースさせてもらいました第1作目レジデントイビルのリメイクバージョンに関しましては、えー、その声が、えー、非常に、えー、大きいタイトルとなっております継続して支援いただいているファンの方々に向けて 今回そのリメイク版 Resident Evil HD リマスターを PlayStation 4、PlayStation 3、Xbox One、Xbox 360、PC で2015年初頭にリリースすることになりました。これはグラフィックの向上はもちろん、その他のアップデートも含んでいます。この HD リマスター版を制作するにあたって私たちが目指したのは原作プレイ体験の HD 化でした、えー。それは原作の空気感を大切にし、そしてあえて変えないということも、えー、時には選択していくというものでした。 画面作り一つとってもただ美しさを目指すだけではなく原作の持つ雰囲気空間を表現するために原作のパーツを一つ一つバラして磨きそして丹念に組み上げるといった作業を積み重ねることで一時化の方を行っていますまた原作には計算された間が生み出す恐怖というものがあります、えー、その恐怖を構成する上での必要不可欠なこの間を大切にするために、えー、あえて変えない選択も注意をまあすごく払って、えー、行っています 原作プレイ体験の HD 化を目指して制作を進めているリメイク版レジェンテイブルの HD リマスターですがレジェンテイブルファンの皆さんはもちろんサバイバルフォアファンの皆さんにもぜひ楽しんでほしいと思っていますまたシリーズの方に関するニュースは追って紹介していきますので Facebook のレジェンテイブルチャンネルにご注目ください今日はありがとうございましたありがとうございました